行け、何が何でもあの子を連れ出してこい。さあ行くぞ、インデックス、オルソラ。誰もいないようでございますね。多分この船が魔術的に全ての船を集中管理しているんだよ。だからシスターたちも追いかけてこないのか。待ってて、今魔術的な鍵を解いてみるから。そろそろこっちもいろいろ考えるのが面倒になってきたっつーの。なんだこりゃ。ブロック構造だね。護衛艦と違って船全体に魔術的な意味を持たせているからかも。さっきの鎧か。お前たちは先に行け。トーマ、かー、終わったか。繋がったのでございますよ。オルソラか。トーマ、アドリア海の女王の発動条件に黒弦のロザリオって別の術式が必要っていうのは本当？そうらしいけど。私の10万3000冊にはそれが必要って記述は一つもないんだよ。じゃあそれは一体どういう術式なんだ？ローマ正教内部だけに伝わる計画名みたいなものだと思う。その右手。はっ、羨ましいか。承服できないな。主の恵みを拒絶するそんな性質もさることながら、それを武器として振り回すというのが何よりも。一度でも御言葉を耳にしたのなら、即座に腕を引きちぎってでも恵みを得ようと努力するのが筋だというのに。所詮は異教の猿に人の言葉は通じないか。ならばこのビアージーをブゾニが主の敵に引導を渡そう。てめえがビアージオか。ならアニエーゼの居場所も知ってんだな。知っているのと教えるのとは全く別物だがね。十字架は悪性の拒絶を示す。